ディティールずっと新型打つボーン、綺麗です。はい、今日は必須技法を徹底解説していきます。お楽しみください。実演、ハートのエースをカードの中に入れます。指を一度鳴らすと一番上に上がってきます。はい、では解説していきます。スナップダブルリフトです。ダブルリフトのバリエーションなんですが、ダブルリフトする前にね、このように2枚押し出してブレイクを取ったりすると思いますが、このようなゲットレディを嫌う方非常にたくさんいます。もちろんミスディレクションかけた状態でやるのは全然問題ないですが、凝視された状態でこのようにやると怪しさしかありませんので、その際に使えるダブルリフトです。正直凝視された状態でこのような動きでも通用はしますが、無駄な動きが入りますので、そのあたりもこだわっていくとよりいいと思います。プッシュオフダブルリフトやピンキーカウントよりも楽にできます。サムカウントを使用しております。ディーリングポジションの状態で人差し指は絶対に下に回さないでください。このまま親指で1枚2枚と弾きます。そして押さえつけてあげると山ができます。ここ人差し指で押し付けます。そして親指を離します。ここはつけといてください。ここでキープしている状態です。そして膨らみを親指で押さえつけながら、こちらの3本指を離すとプクッと音が鳴ります。このまま空洞ができてますので、ここからダブルリフトするというものです。もちろん3枚でやる場合は3枚弾いて同じ動きでトリプルリフトを行います。ターンターン、よいしょ、こらせ、プクッっていう感じですね。空洞ができてますので、ここからめくってもいいですし、過去に解説したように押し出してもいいです。親指と薬指で押し出してもいいです。このあたりはお好みで構いません。空洞やブレイクを作った後にこのように押し出さないでダブルリフトすることも多いです。その場合私は右手このようにラフにしてデックを立てて、このように渡します。なるべくカジュアルな動きでこのようにひっくり返せるようにします。左側のデックを立てるのは非常に重要になりますが、その他の細かいところはどれがいいとかっていうのは特にないので、自分なりに一番自然だと思うものを選択してください。そしてダブルリフトをした後に手前に倒してこのまま揃えるとまたブレイクが取れるよというものを解説してますが、これをダブルリフトした後に前に出して人差し指でプレッシャーをかけながらまたブレイクを取る方法もあります。めくった後に少しだけ前に突き出してここをつけておきます。そして人差し指で下にプレッシャーをかけると、ここに空洞ができますのでまたブレイクが取れます。なるべくめくった後にすぐ揃えてあげた方が、少しずれてた場合の対策にもなります。手前に倒す時も同様にすぐ揃えてあげるとより安全になります。私は基本的に手前に倒しますが、どっちがいいとか特にないです。ただ前に出した方が片手でブレイクは取れます。これもお好みでやってください。プクッという音が鳴りますので、アンビシャスカード等で使うと、あ、今本当に上がってきた、このようなリアクションが取れたりします。ダブルリフトだけでもかなりたくさんのバリエーションが存在します。細かいところを突き詰められると、より素晴らしいマジシャンになれると思います。はい、今日の技法いかがだったでしょうか。どんな技法でも人によってやり方が違います。まずは真似したい人を見つけて、その人の真似をしてみてください。細かいところまで意識できるようになると、マジック全体の印象が変わってきます。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。